ロザリオ・マルシアーノは、ベネズエラ出身のピアノ奏者、音楽学者。カラカス出身。地元のホセ・アンヘル・ラマ音楽学校を経て1962年から、ウィーン音楽院で、イエルク・デムス、パウル・バドゥラスコダ、アルフレッド・ブレンデル、ハンスカンの各市にピアノを学ぶ。一時期、市のカンとは婚姻関係にあり、寮での活動も行っていた。音楽学者として、 女性作曲家の作品の紹介にも熱心に取り組み、1981年にはウィーンで作曲家としての女性音楽祭を主催し、ウィーンのアルテ・シュミーデや音楽協会などで女性作曲家の肖像画を展示する等の催しを企画した。1991年にはウィーン歌器音楽祭でモーツァルトの周辺の女性たちと題する展覧会も企画している。 1994年から母校のウィーン国立音楽大学でピアノを教えた。カラカスにて死去。マルシアーノ、ロザリオ。2020年9月24日時点のオリジナルよりアーカイブ。2020年9月24日閲覧。ロザリオ・マルシアーノ・ディスコグソハット、コンセルト・イン・メモリアム・ロザリオ・マルシアーノ。2020年9月24日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2020年9月24日閲覧、ありがとうございます。